皆さん、こちらのゆっくり負け組物語シュバババという YouTube チャンネルをご存知でしょうか。こちらで原田さんが取り上げられておりますが、かなり間違った情報が配信されております。では原田さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。えー、っと今日はですね、今までと全く違うテーマで。 収録させていただきたいと思いますあの内容を先申し上げるとこの事実無根の誹謗中傷でですねお金を稼ぐというこのネット社会の問題について言及したいというふに思いますそもそもそのきっかけなんですがつい先日パソコンいじってたら YouTube が出てきましてたまたまなんですけど私の誹謗中傷のチャンネルが出てきたんですそのチャンネル名がですね ゆっくり負け組物語シュババというチャンネルだと思いますそのサムネイルがマクドナルドの薬病神そして内容がですねマクドナルドベネッセを地獄に叩き落としたプロ経営者原田英子すさまじいタイトルで当然私もまあ内容を見させていただきましたまあはっきり言って私の名誉を毀損する 悪意があるストーリーリでした、まあこれに関してはいろいろ考えたんですが断固とした法的措置を取るということですすでに弁護士さんと相談を始めておりますそもそもこの YouTube チャンネルの内容はですねこの YouTube チャンネルのアクセスを上げようということで有名人のネガティブキャンペーンをするこれで収益を上げようとする。 まあ私から見るとできないいいネットの言動だという,ふうに思います、えー、本来こういう方々のことは私はどうでもいい今まではいろんなネガティブサイトも私は見ておりますけど、まあ、今まではずっとどうでもいいということで無視していましたただこれがですね看過できないというふうに私は痛感した思いをこの後話したいと思います。 もちろん正しい批判だったらもちろん受けて判断したいというふうに思いますがこの事実無根ということは言論の自由主観でどんなことを書いてもいい発信してもいいという言論の自由とは全く違う言動だというふうに思います。この無無責責任任なな嘘嘘ネット上で,です、ね、無責任な嘘を発信すると ここういいった風潮を放置するととはできないと私は思います私のさまざまな改革変革に対する批判記事が一つのきっかけとなってこういう動画の内容になっているかと思いますが私だけの問題ではなくてですね一緒に汗をかいた部下だとか仲間だとかこういった変革の仲間もいるわけです。ここのの仲間たちの思いいも否定するということうは私も 感化できないという思いです。さらにですね、今後私と同じように困難にチャレンジしなきゃいけない人が出てくると思います。こういう方々に対する無責任な嘘というものは明確に訂正しなきゃいけないものだと思います。さらにですね、この動画の内容を見ますと、この経営の基本に反するような指摘、これもたくさんあるわけですね。 で経営を知らない人がよく言う嘘なんですこの私のこの動画を材料としてこの嘘というものを正していきたいというふうに思いますさてどうしてこういった動画の情報が出てきたかという背景をお話したいと思いますが過去私が断交した特にマクドナルドでの変革で追い出されたマクドナルドの OB またはマクドナルド O. B. だったフランチャイズオーナー。の中でですね。悪意のある一部の方々が発信した両舷庇護があります。それに基づく事実無根の記事が。過去いくつか出ております。こういったものっていうのは。一旦出ると消えないわけですね。この動画の内容はもちろん。このネガティブなこの事実無根の過去の記事。過去のネットのコンテンツを。ただ。 切ったり貼ったりして小金を稼ごうという言動だという思います私はインタビューも一切受けていませんしこの方々はこの動画の作成者は事実の検証もしてないということは明白ですさらにこれは私の個人的名誉毀損の問題ではございませんこの企業の経営者が立ち向かう変革に対して悪意がある一部の者がネットを利用して 特に匿名で無責任な嘘を繰り返すさらにそれを真に受けた者がですね、えー、お,金お金になるぞということでこの嘘にまみれた動画を作成してさらにそれを拡散するそれによって無責任な嘘が一般の認知として定着するこういったことになっているわけですこんなネット社会を放置していいんだろうかと いいいいう強い思いがございますこの経営者というのはこれに恐れず全く恐れずステークホルダーの価値を上げるすなわちステークホルダーというのは顧客価値社員の価値株主価値取引先の価値そして最後に社会的価値これを上げていく向上させるということに毎日にすべきだと思います。こういったた嘘にににまめられた動画に負けずに経営の ミッションを果たすべきだというふうに私は思います繰り返しになりますが断固とした法的措置を取るべく弁護士とすでに相談を始めておりますさてもう少し背景をお話したいと思いますそもそもマクドナルド出身者というのはこういった事実無根の誹謗中傷が好きなのかという点について触れたいと思います 私はこの私のチャンネルの別の回でもアップルの変革ベネズエの変革等々のお話はしております。マクドナルドの OB 出身の一部の方だけがこういったネットで誹謗中傷する匿名で発信するということをやっているわけです。アップル出身者ベネ出身身者者ベネ こういった会社の OBOG からの誹謗中傷は私は一切経験しておりませんなぜこのような誹謗中傷がマクドナルドの OB から発信されるかということなんですが私は2004年に就任したときに大変驚くことがありました匿名で当時の役員連中に解文書を送りつけるということが横行していたわけです内容は申し上げません ただそのファイルがホームにありましてそのホームは私はこのようにもともとですね怪文書匿名誹謗中傷事実無根こういったことが横行するこの一部のマクドナルドやる管理職役員連中にあったということは事実ですが。 まあそれは過去の企業文化の一つであったというふうに思いますし、その後、私の時代になって若返りが促進された時には、もう今は一切そういった誹謗中傷、怪文書というのは経験しておりません。これも残念ながら過去の文化だったというふうに思います。もう一つ、こういった事実無根の誹謗中傷がネットに発信された、 生々ししいいい背景をお話したいと思います実はフランチャイズの変革についてはこの戦略的目的について私のチャンネルの別の回で紹介しておりますけれどもそれ以外の生々しししい事実をお話しします私の2004年の就任後あるフランチャイズオーナーの一部による私に対する流言飛語を問わすということが何度も繰り返されておりました。 それは新聞に密告したり、ネットで発信されたりというのがあったわけです。私はそういうものを一切無視して、業績の v 字回復と継続的業績向上、これだけに集中して邁進してきたわけです。そして、数年間連続で増収増益を遂げた後にですね。ある日出来事が起こりました。その出来事っていうのは？ ある8月の日曜日日だったと思います日経新聞の記者が私の自宅を訪ねてきました私は外出中で家にはいなかったんですが家族に必要に私との面会を求めてきたそうです。そして家族から私の外出先に連絡がありまして私はその日経新聞の記者と近くのホテルのロビーで会いました。 そしたら突然記者が言ったことは明日月曜日の早朝にマクドナルド会長社長 CEO の退任の記者会見をやるという情報がありましたけど本当ですかとこう聞かと聞れたわけですまあ瞬間に私は流言飛行だと分かりましたけど私は記者にそれが本当だったら私はこのビルの屋上から飛び降りるよと。 というぐらい自信を持って否定できますという話をしたら記者は本当に驚いてましたそのあるフランチャイズオーナーの事実無根の狂言でこの記者はせっかくの夏休みの旅行先からトンボ帰りで急遽東京に戻って私に面談したそうですその後数ヶ月後にですね、私は 全フランチャイズオーナーが集まる集会でフランチャイズ変革の宣言をしましたもちろん主要幹部と合議の上ちゃんとフォーメーションを決めてその発表をしたわけです私が言ったことをポイントだけお話しします今までフランチャイズオーナーから一部のオーナーから流言飛語が発信されたということは何度も耳にしていましたが 私は業績回復と継続的業績向上のために邁進してきました。ただ、未だにあるフランチャイズのオーナーの方からからは看過できない腑の前がございます。全ての社員と全てのフランチャイズオーナーはマクドナルドのブランドを守る責任を持つ立場だと思います。残念ながら一部のフランチャイズオーナーの方の方からの。 ブランド毀損をするような言動が続いておりますそのフランチャイズオーナーの方々はもうすでに特定が終わっております一方多くの素晴らしいオーナーの方々からはこんな問題を早く対処して解決してほしいという要望もございますしたがって明日から撤退をお願いするフランチャイズオーナーには 1>, 1社ずつ訪問し撤退のお願いに上がりますということを発表宣言したわけでございますその時は社員は大変盛り上がっておりまして猛烈なスピードでこの交渉とこのフランチャイズオーナー契約の解除というものを断行しましたその後も当然のように当然様々な逆襲に遭いました さらなるネットその他の誹謗中傷が続きましたしさらにその時の現社員幹部のある一部はそうういいったたネガティブキャンンペーンに参画しとこういった背景があってですね誹謗中傷がネットに発信されるそれらをカットペーストで小金を稼ぐ動画を作る。 こういったことになったということをまずお伝えしたいと思いますこの後はそのチャンネルで私のことをいろいろ批判したポイントがございます一つ一つそれについて事実と違うということをこの後説明しますじゃあこれから先はあのこの誹謗中傷チャンネルでいろいろ批判されたキーポイントについて一つずつ質問を受けてお答えしたいというふうに思います あじゃあ質問してよろししいいいですすか、ね、はい、お願いしますあのよくあのワードで出てくるんですけど「薬病がというワードが出てくるんですけど、はいうん、なぜ薬病が出てくるんですか、ね、あのもうずいぶん前なんですけどベネッセの時代ですねやっぱり漏洩事故が起こってそれが落ち着いた頃だったと思いますけど「プレジデント」という雑誌に私の記事が出たんですよ。で今はあの。 ネットオンラインの記事が主流ですから昔の紙媒体っていうのは今はネットのオンライン記事というのはマナー広告のクリックで収入決まりますからやっぱりヘッドラインというのはだん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 荒っぽい表現になってるっていうのは世の中の流れなんですよ。でそういうことが目的だったと思いますけどヘッドラインに。 まあ前後は覚えてませんけど確か原田栄光変革薬病神みたたいな表現が一回載ったんです私もそのヘッドライン見た時ムカッとして見たんですけど記事の内容を見るとですね、まあ、まあ原田っていうのはアップル時代もそうだしマクドナルド時代もそうだしデネスも就任した直後にこういった事故に遭遇するし、まあ、いろんな 危機を乗り越えてきた体験をした男だというこのネガティブじゃなくてむしろポジティブな記事だったんですよ中身がだけどその記事に誘引するためにヘッドラインが荒っぽく薬笛紙って言葉で引き付けたんだと思うんですねただ私はゴンちゃんに入った時にあのプレジデントのある記者だったか編集長そのクラスの人が私のとこ来て ボンンーについてのインタビューを受けたことがありますその時に私は冗談で「いやプレジデントはね昔疫病神」ってヘッドラインで私もいじめられたよみたいな話をしたらいや私はよく覚えてます実はあれは社内でも相当いろんな議論があってやはりあれは不適切な表現だったなという社内の結論が出てますと今後ともよろしくっていう話なんで。 あ、そうですか。ということで、終わらせたことがあります。その言葉をですね。やっぱり強烈な言葉じゃないですか。そしたら、誹謗中傷の悪意のある記事のヘッドラインに相当使われた。という背景なんですよ。プレジデントのこの記事がなかったら、この言葉は。使われ、出てきてないでしょうね。はい、まあ、疫病神というのは、この記事では。いろんな予見できない。 危機に直面する運命を持った原田なんだな。っていうことなんですよ。それを乗り越えてきたんだね。で、まあ、その時にですね。やっぱり。あの、マクドナルド時代に遡ってですね。お話しすると。私の就任の後に。退任した執行役員だとか。フランチャイズの、その。いろんな。変革で。撤退した。フランチャイズオーナーの方。 こういった方が、やっぱり誹謗中傷の情報発信をするチームを作ったらしいんですよ。で、そこでも、薬病神、薬病神っていう言葉、を引用しながら。発信しているわけですよ。なぜそのチームができたことを、私が知ってるかと言いますと。やっぱり、O. B. だけじゃなくてですね。その当時の。の社員まで、ある社員まで引っ張り出して。 またはある大手の取引先の役員ある人も引っ張り出して情報交換会を作ってそこでいろんなメディアにそういった情報を提供するという会を定期的にやってるっていうことを聞いたんですそれは誰から聞いたかっいうとそこに参画ししたた人から聞きました複数ですある社員とある取引先の役員です。で そういったチームが編成されたということも私は知ってます、はい、それは何のことなんですかそれはこれだけこうこうこうでああだこうだっていう事実無根のことを寄せ集めて、うん、原さんの評判を落としめてそうです社長交代まで狙ったんですかねまあ私の個人的ブランド基礎を狙ってる評判悪くするもうそれだけですよもっと言うとまあ単なるあの。 仕返しの感情論じゃないですか。だから、私も一切無視しておきました。そういうのはね。まあ、そういうことをやる奴の方が可哀想だっていう思いですよ。はい、まあ、そういう情報は、はっきり母さんはもう、認識してたんですね。え、そういう活動は、もう、ちゃんと認識してます。だったんですね。うん、はい。もっと知ってますよ。もっと知ってますけど。その内容は。いろいろ。ひ、この、このネガティブキャンペーンチームから来たら。 私はももっと言うかもしれない <laughs>、ね、あの本当に「えこの人はね」っていうぐらいねまあ人っていうのは裏表があるなっていう思いもしましたしね。はい、なるほどはい、はい、で,は次だでもうちょっと加えていいですか他の回でもお話したんですけどやっぱりこの「フランチャイズの変革」っていうのはこの私のチャンネルの82回と77回で紹介してますから。 ぜひその内容も見ていいいたただきたいと思います私は繰り返しになりますけど顧客のため社員のため株主のため取引先のため社会のためこの経営者としての責務を果たすそのためには変革はもう余儀なくされるということです。そういう変革を余儀なくされるような負の資産を作った経営者が批判されるべきか。 それを変革した私が批判されるべきかという説明をしてますので、ぜひ八十二回と七十七回も見ていただきたいと思います。はい。次五人。五 <laughs> 人の話。いや僕も知らなかったんですけど、あの原田さんがクビにした五人の役員がいて役員でしょうか、はい、社員がいて、うん、それが今は活躍してるみたいなことがあったんですけれど。 全然その話聞いたことないんですけどこれはね実はねこの発信源っていうのはある二流の雑誌です雑誌名は言いません先ほど言ったように OB その他が集まって私のネガティブキャンペーンをやるチームができたと言いましたねそ,そことタイアップした雑誌がこの記事を書いたんですそうなんですかそう書いた覚えてます だそれが引用されて拡散しているということですよ。今日冒頭に言ったようにね。事実関係はどうなんですか。この五人のうち三人は私会ったこともないですよ。私の就任前に辞めてます。三人はね、二人は私の就任後に辞めてます。その二人のうちの一人はある外食ファーストフードチェーンに行きました。えー、その時にその雑誌が え、原田からクビになった男が。マクドナルド時代よりも活躍してるっていう記事になってたんですよ。彼はどうなったかと言います。と、まあ累積赤字8。5億を残したと、これは彼が8。5億の赤字を全部作ったかどうか分かりません。いずれにしても,も、退任する時には8。5億の赤字、そしてそれをあるファンドに売ったと。 いう結果で終わっていることは事実です。あと一人は、あそのファーストフードに行った人は私はクビにしたんじゃないです。私の下の下ですから、当時の外人の執行役員から退職勧告を受けて辞めたという背景です。あと一人はですね、あのこれは私は正直言ってお辞めいただいてもいいんじゃないですかと私が退職勧告したところはこれは事実です。 その理由は、まあ、彼にもえプライバシーも今後のキャリアもありますからここでは全く、えー、退職の理由は言及しません、はい、じゃあ確認なんですけど、はい 2>, えー、2人は確かに、まあ、原さんの在任中に原さんじゃないにしてもあ原さんの下の、えー、COO か何か首にしたと1人は。 そうですよもう一人は原さん首に刺う。まあ首にせざるをえないちゃんと理由があったとあそれはね中東で入ってきて1年も経ってなかったんじゃないかなあそうなんですかもうだから入社して間もないことです入りきったわけじゃないですね全然違いますでもう一個一番重要なポイントなんですけど他の3人は原さん顔も知らないと。 ああのね、一人は顔見たことありますで友成さんっていうのはその中に一人いたと思うんですけど彼はマクドナルドの OB としてね私がある機会であって外人もいましたけどあのなかなかいい男だなと。で新しい確かですね 食の新しいブランドの立ち上げでいろんな店の展開をしているという男でなかなか高青年という印象はありますよ原さんが社長になる以前にすでにもうクビになったあ辞められてたってことこですねクビではないしその知らない3人はクビじゃないような気がしますけど多分自主退職で新しいことをやろうということである人はフレッシュレースバーガーに行ったと聞いてます。 でトムライさんいいうううのはは自分で立ち上げたというふうに私は記憶していますその方とは私就任直後に何かの縁で会ったことあるんですよ。で一緒にねいろんなビジネスの話をしてなかなか好青年だな、うん、もっとエピソード言いますかついでにあ,のある外人マクドナルドの外人がですね「友来さんっていうのは素晴らしい男だと一回会ってみろ」と。 で場合によっては戻ってもらって原田お前の右腕になるんじゃないかっていう話もあったんですよ今こう喋りながらだんだん思い出しました、はい、それがなんで私が首にしたことになってんのか <laughs> もう本当に、まあ、これも嘘ですね、うん、これ私あのこの動画誹謗中傷の動画の方と私は戦うつもりは一切ないんですただ淡々と 嘘嘘嘘はダメよもうこれだけの話です。はい、<laughs> でこういった言動はもう YouTube であろうとそれ以外のチャンネルも含めてねこういう人を傷つけるそれで、ね、お金を稼ぐってこれは社会的に放置できないと私は思いますけどね、はい、あともう一つ多くの社員が反発して退職者が出たっていうこれのくだりは何かありますかあの、の、そんな批判の もうこのね、動画の中に入ってましたよね。あの結論言います。えー、と、離職率は全く上がっておりません。もっと言いますと、成長のポテンシャルが高い若い社員というのは、誰一人私は失ってないと思ってます。あの毎年ですね、まあ、マクドナルドだけじゃなくて、多くの会社というのは従業員満足度調査というのをやるんです。 じゃあ従業満足度調査というのはどんな項目をやるかといいますとやりがい待遇に対する満足度職場環境人間関係会社の将来の成長に確信を持っているかお友達にも勧められる会社というプライドを持っているかまあそういった類のアンケートを毎年やるんですね。その満足度が上がれば立職率が下がります。 これは社員だけじゃなくてパートの学生もそうです。で離職率が下がればサービスの質が良くなります。そうすすると顧客満足度が上が上りますそして既存店の売上が上がるこれは個店別にちゃんと相関が取れてるんです。すなわち私が言いたいことは業績が上がったじゃないか。上がったということは。 従業員満足度が上がったことなんだよこれを知らないというのは経営を全く知らない人の発想ですよねしたがってまあ業績が上がったことイコール従業員満足度が上がったサービスの質が上がった顧客満足度が上がったということですでしかもですねこの従業員満足度が上がるということは明日の成長の基盤を作ったということですからこれはマネジメントの賞与の評価の大事な項目なんですよ でこの満足度調査っていうのは定量的にデータとして毎年推移を見ていきますからフランチャーズオーナーパートの学生正社員全部右肩上がりで上がったということは事実ですもう。もうちょっと付け加えると私が2004年に就任した時はね、まあ、社員の声っていうのは3つあったんです私の給よ。いわゆるボーナスもら,えもらえてませんから赤字でね。 私の仕事をどうなるのうちの会社はどうなるのこの3つしかなかったんですよで、私は就任直後に明確な戦略を打ち出してもういろんな機械点で社員とのコミュニケーションを図りました、えー、4,000人集めた会議もありますし地域地域に出向いていったタウンホールミーティングもやりましたしフランチャイズオーナーとのコミュニケーションもきみ細かくやりましたしよく昼休みに 店長、アルバイト学生、えー、10人ずつ呼んで弁当食べながらワークショップやったり、まあ、そういったことでねこういった3つの不安っていうのは、まあ、あっという間に消えましたけどもやはりコミュニケーションっていうのは非常に大事ですね、はい、なんでこういうふうにね多くの社員が反発対処者が出たなんてあこれも全く事実無根嘘<え>これも嘘っていうことです。面白くするたために嘘ついたまあ,あの 感情的になって辞めたやつが中年は当然いるわけですから、自分の主観で物言っても物言ってんじゃないですかそ。そういう人はね、従業員満足度の調査のことも知らないだろうし、ピープルビジネスの原則も知らない人だと思いますよ。はい。じゃあ次です。はい。独裁対戦したっていうことを言ってんでしょうかね。そうです。中央集権もうトップダウンでやる。 独裁政権みたいな振る舞いだとまあこういう批判でしょで、まあ、2004年までは7年連続売り上げがダウンで上場直後の2001年に 1, 1年から赤字に転落してるわけですねその赤字転落の時にマクドナルドの全国の組織っていうのは地区本部制ということになってました。 日本を3つの地域に分けてそれぞれ責任者を置いてそれぞれに権限移上してるわけですよ。ある日東京駅の近くのお店に行ったらショーートケーキ売ってるわけですえっうちってショートケーキメ,メニューあったっけって店長に聞いたらいやうちの店だけ近くから仕入れて売ってますって言うんですよ。ある静岡のお店に行きました。 コーヒーカップを見たら、え、この東京で見ないよね。って言ったら、いや、この地域だけ独自で作ってますっていうわけですよ。こういったね、店舗のデザインもそうです。店舗のデザインがもうバラバラ。地域によって、すべての政策がバラバラ。業績不振の赤字転落した会社で。やる、現場に。 権限移情するなんていう経営というのはありえないですそういうときはどうするかといいますと V 字回復というのはですね、お金を使わないで V 字回復ないんですじゃあ赤字になったときにどっから投資の資金調達するんだそれはすべての人金の金をやる経営資源を全部一元化して中央集権で戦略的に その配分をですね、どこに厚くどこは撤退するっていうことをやらない限りブイ字回復ないんです。アップルの倒産寸前からブイ字回復したスティーブジョブスも同じことをやりました。やめることをたくさんやったんです。やるべきことをやる前にやめることをたくさんやってその経営資源をこの戦略的な iMac、iPod その他に集中して投下したわけですね。 ということを私も同じようにやったということなんですで、そういうことでこれはやるこれはやらないっていう方針を明確に出して全国同じ動きにしました、まあ、いずれにしても私の就任後3ヶ月で無事回復したわけですどんな批判があろうと戦略というのは正しい間違いというのはないんですどの戦略で行くか それを質の高い実行をするかこれが決まりです。ということでこの赤字転落した時のトップの振る舞いというのはやはり中央集権トップダウンこれでやらない限り現場の意見を聞いて合議制でやるってことはありえないです。でこれで回復しました q s c しかやるなその次は100円マックエビフィレオ24時間いろんな施策をやりました。 みんな古い社員幹部が心配することと反対すするここばかりですこれでずっと7年連続プラスで成長したわけですね。そして私は退任してこの新しいマネジメントのまあその早肉でマクドナルド一本でやった一本で仕事してきた下平っていうのがいるわけですけど彼は残念ながらあ今年 突然他界ししました彼は私の本当に素晴らしい仕事仲間だったわけですけど彼の時代に私はバトンタッチしたわけですで彼はフランチャイズ変革にも非常に協力してくれて新潟の大きな100店舗以上を持つオーナーのところの責任者として出向してで私の退任の時に本社に呼び出して。 全店舗の責任者にしたわけですオペレーションオフィサーですねで、その時に彼はまた地区本部制に戻したんです2004年就任当時の地区本部制というのは全て権限以上だったです今の地区本部制というのは店舗運営は地区本部制マーケティングその他の戦略これは中央集権ですこのハイブリッド型が今のモデルでうまくいっているというふうに思います ということで、これもですねまあそういうことを知らない人の嘘なんでしょうね多分はいこれがちょっと笑えるんだけど何中国チキン中国チキンの輸出工場の問題はハーさんのコストカットの社員が疲弊したからとかこれはもうひと言で言うとまず何が出たらめっていうことをいくつかキーポイント言いますね まずこの事件が起こった時にマスコミに対応したのは誰ですか私は一切顔も出してませんコメントも出してません全て笠ら間がメディアの前面に立ったわけですから私の時代のことではないっていうのはそれだけで明らかですね。えー、もう一つですね中国チキンンだけじゃなくて、まあ、フライドポテトのるソーシング、えー エビ、オ、えージービーフ、いろんなサプライヤーが全国に全世界にあるわけですね。そこの品質管理っていうのは国ごとにぶら下がってるんじゃないんです。中国の資金っていうのはそっからアジア地区に全部出てるわけです。ある一国の思いとか一企業の思いでコストカットしたり政策を変えたりってことは絶対にできない。グローバルの品質管理のシステムでグローバルの管理化なんです。 なんでこんな行動向ける、そういうのか。まあ、全く。まあ、誰が言ったのか、わからないぐらい。まあ、滑稽な話ですね。何でもかんでもくっつけて。すべて、私は悪者にっていう。まあ、嘘の創作でしょう。ただね、この時に。まあ、あの、業績が落ちたことだけは確かです。え、二千十三年の夏には、中国チキンの。 問題が発覚しました8月だったと記憶していますでその後の異物混入というのが2014年の1月です、ね、でこれはねこの1日に300万とか500万個を日本で売ってるまあ4,000店舗のマクドナルドですから。 もう数年に1回送るっていうのはもう天文学的に確率低いんです私の時代はなかったかっていうとあったと私は思いますただねそれはそういうものが起こった時の対応っていうのがやっぱり一番鍵でやっぱりお客さんに対する対応メディア対応ってことをしっかりやるわけですよで私はあの残念ながら横から見ててねこの時のメディアの対応っていうのはやっぱり まああんまりうまくなかったなと思います。まあ日本の文化とアメリカの文化の誤り方ってやっぱり違うんです。日本は私は被害者ですとは絶対に言っちゃいけない。アメリカでは加害者ですと言ったらもうそれだけで裁判に負ける。こんないろんな文化の違いがある。そういったことでメディア対応で日本の文化と海外の文化のこの解釈の違いっていうところで。 メディィアにネガティブなバッシングを受けたそこで大きく業績を低下させたっていうことは事実ですから、まあ、そこら辺はまあ過去の事実として、まあ、それも復活してますからねついでに年12月だったと思いますサラダ賞味期限切れ販売事故これは早稲田のフランチャイズオーナーの2店舗での出来事です。 それは事実なのか事実ではないのか非常に曖昧で,すでその時に私は赤いネクタイをしたカメラの前で頭を下げなかったそれを下げたらその映像が全国のメディアに露出し全国の売り上げを毀損する危機管理というのはステークホルダーの価値を守ることだすなわち売り上げを守ることだ謝るのは手段であるしたがって謝り方にもいろんなやり方があるんだ という話は別の回で危機管理のところで喋ってますから、ぜひその動画見ていただきたいんですけど。その時に一部のメディアは。なんだ赤いネクタイは、なんで頭下げない。その批判記事ありましたよ。ほんの一瞬、ほんの一部でした。それはただまた切り取っただけじゃないですか。はい。そんな大きな批判にはなってなかったと思います。売上が下がったい。全く下がってない。え、はい。 東日本の時に、マクドナルド行政が急激に悪化したということなんですけれど。どのくらい悪化したんですか。えもうこれは全く逆で。なんでこんな嘘が出てくるのか理解できないです。あの過去の I. R. データ見てください。あの。震災、この震災、二千十一年の三月十一日ですね。二千十一年の十二月の決算。 これがマクドナルドジャパンの史上最高の増収増益っていうのは新聞出ましたから、これは最史上最高の業績でしたよ。これなんでこんな嘘を言うのかわかりませんね。でしかもね、その翌年の確か三月よ四三月か四月頃だったと思いますけど、日経ビジネスの特集記事が出たんです。 マクドナルドが三一一の危機の時にどう対応して最高の増収増益を収めたかという雑誌の記事があります。バックナンバーぜひ興味があったら見ていただきたいと思います。事実です。はい終わり。ううもうここまで来るともう漫画ですね。漫画ですね。はい。なんなんだろう。誰がこれをえ何なんだろう。どこから拾ってきてこう思ったのかな。本当に不思議ですね。 まあ今から法的措置をちゃんと取っていけば <laughs> そこも明らかになるんじゃないですか <laughs> はい <laughs> 僕これも聞いたことないんですけどその後ですかねいつの話なんですよんかディスカウントで業績不振になったっていうこれもね漫画だなこれはもうこれも嘘です実無根です私には全く記憶がございませんまずね私の時代に ビッグマックをディスカウントやってベースラインが落ちたっていう経験はあるんですよもちろん。それ以前にね私の就任前にこの値段を下げたり上げたりして業績不振に陥ったというのが私の就任前にあって私のアップ社長時代なんですけど NHK のクローズアップ現代で。 こののの業績不審のストーリーリが番組として取り上げられれたんでですすよそ以前話ね私,私がアップルの社長時代にマクドナルドのそういうディスカウントの繰り返しで「業績不振」というクローズアップ現代の番組ですよ私はその番組のビデオを持ってねアップル社内でやってはいけないマーケティングっていう講座をやってたんですからこんなディスカウントを私が繰り返しやるわけないですよ。 ね、値引きの繰り返しというのは目先の売り上げを上げるこういうものをですね英語で何て言うかビジネスナンバー、ショッピングビジネスナンバー、クッキングまあお金で売り上げを買うみたいなものなんですあのこれは完全に禁じ手ですはい山崎やったっいうのは全く嘘ですねだから何か,か違うキャンペーンをがし 成功しなかったことを取り上げてこう言ってんじゃないですか。なんかちらっとその時のキャンペーンのチラシかなんか見えましたけど、何だったかも記憶してないですね。はい。あとまあこれはまあよく言われるんですけど、2012年か2014年、えー、業績不振になりました。はいはい、えー。カウンターメニューはどうだこうだってこれは何でも言ってるんですけど。もう60分キャンペーンカウンターメニュー撤廃これが私がやったことだ業績不振を招いたまあ、書いてあります。 これについては私の YouTube チャンネルの第70回で詳しく説明してます。まあ、簡単に言うとまあ押し付けられた外人 COO が就任してですね、えー、私が見えないところで完全暴走をやりまして、まあ、こんなことをやったわけですけど私はその時もちろん登記城は大統領で会社のスポークスマンですから、ね、カウンターメニューはこういった。 スピードを上げるメリットのためにやりましたっていう対面文で釈明はしましたよただすぐ復活させてますからね70回でやってますからぜひ皆さん見てくださいそれで2013年の夏に中国地勤14年の1月に異物混入これを起こってやっぱり2014年の1月の異物混入の時の業績ダメージが一番多かった 大きかったなっていうことは私は私記憶してますこの時は私はもう完全にサラ・コサロマにマクドナルドオペレーションの会社マクドナルド株式会社ホールディングじゃないですよそこの権限は異常してますから私は実務から離れてるわけですホールディングの会長になってます。でただ横からこう見ていくとですねやっぱりこのマスコミ対応等々がやっぱりうまくいかない。 ということで私もまあ社員からいろいろ助けてくれアドバイスくれっていうことがあったんでまあベネスの事務所はマクドナルドのビルの道路向かいですからそこ行ってみんなの会議の中でえ広報対応の会議をやってまあ収めたという記憶があります。ただその時のダメージが大きかったですね。まあどれぐらい落ちたかということは申し上げませんけど。 あそこまでで落ちたんでねそこから回復してまあちゃんとしっかり普通の基本をやれば戻ってくるわけですよそこからコンスタントに戻ってきてますからまあそれもいい学びだったというふうに私は思います次なんですけど原田さんがマクドナルドの退任時にあのねこ,これもどこから来たかわからない嘘です完全に嘘です 嘘だという証拠をお見せしますまずこれ見てください私の送別会の時にもらった、えー、ここには何て書いてあるかライフタイムマクドナルドカード一生使えるマックカードなんです名前が入ってて私の顔が、うん、印刷されてますねで、これ金メッキです <laughs> 一生ただで食えるってやつですただ私一回もまだ使ってません 全部お金払ってて食べてます今朝も朝マックマックデリバリー食べたんですけどあのこれが一つねそれから本社の役員から私にその送別会の時にこれ頂い,いたんですこれ実はアメリカのフロリダのパーティーがありまして、えー、私が退任決まった後にそのパーティーに行きました。 そしたらもう本社の役員が全員そう場で私にサプライズでこれもらったんですこれはドナルド・マクドナルドというキャラクターがいますねそのブ,ブ,ブーツなんですけどこれがいろんな社員に対する表彰の時に使われるんですただめったにないんですこれしかも歴代の CU の名前が入ってるんですよこれーダーン・トープソンだとかジム・スキナーだとかね これマックの連中だったらもう本当に欲しくてしょうがない貴重なものです。もう世界で一個だと思います。えー、まあともかくいろんなトップエグゼクティブから今までの成功努力貢献ありがとうというメッセージ。また日本の送別会ではあのまあほとんどの社員が集まってでいろんな楽しいパーティーやってくれたんですけど。 それまでのマーケティングのスポンサーになってくれた海老原さんという海老フィロの時の,、ね、ああのモデルさん海老ちゃんからのビデオメッセージとかいろんな人のビデオメッセージも来たりして楽しい送別会だったんですもう一つ言うと写真がちょっと出てこなかったんで今日も持ってこれなかったんですけど。ベンチに私と ドナルド・マクドナルドが一緒に座ってるっていう,もう私の顔そっくりな等身大の <laughs> えそういったものまでもらってベネスの私の社長室にしばらく置いてありましたけどえそういったものもたくさんもらいました、まあ、いずれにしても完全にこれも嘘ですなんでこんな嘘を言うやつがいるんだろう、うん、じゃあ次はそのベネの 情報漏洩事故のことも。言ってあったんですけれど。まあ、これもね、私の就任時に発生した事故だ。みたいな印象をね。誤解を生ませるような嘘なんですね、これ。で。もう、世の中みんな知ってます。私の就任。がですね、二千十四年の六月の株主総会です。その一年前ぐらいから。起こっていた。情報漏洩。 事故というものがくすぶってたらしいんですが私が就任直後に社員から何かざわざわノイズが聞こえてくるんで、えー、まあ簡単に言うと潜在化した課題を私がちょっと入り込んで顕在化させてそれがベネスのデータベースから抜けたものかどうかということを調べたら見事にマッチングしたと。でそれは ある委託先から派遣された委託先再委託先から出行でデータセンターに来てた外部の社員がスマホで情報を持ち出し名簿屋に売っていた1年前からね。ということが後で検証されたわけですけど私はそのデータがマッチングしたということがもう分かった瞬間に記者会見を招集していろんな対応をしたわけです。 これはあの私が起こした事故でではないです私が対応したという立場その時にねこれだけのこの膨大なまあ数字は忘れましたけど相当な数千万のお子様情報が流出したわけですからこれは大変な社会的不安を生んだということですね。 その記者会見というのはもう流出が技術的に検証されたという瞬間に招集しましたもちろん最初からもうカメラに向かって謝罪です頭を下げてカメラの向こうにはお母様方がいらっしゃるどんな理由であろうともお子様情報というセンシティブ情報が流出したこれによって親御様にご心配をおかけしたもうこの点は事実ですから もう最初から謝罪ですその最初の会見の時に謝罪金はいくらだって質問を受けたんです私は謝罪金については検討しなきゃいけないと常識的に思ってますよただ最初の会見から謝罪金は考えておりますとかこういった発言をすること自体が不謹慎だっていうふうに私は思いましたお金で解決するっていう 姿勢であってはいけない。という思考で。謝罪金については。今の段階で、私は考えておりませんって言ったんです。そしたら、その日の新聞報道は。謝罪金を払わない。っていう。ことだけが、一人やる気したんです。私は。当然、謝罪金については。社内で検討しておりましたから。その。夜に。二百六十億を。調達して。 お子様情報1件に当たり500円払うその総額は億ですこれを払うということを2回目の会見でで発表したんです私はいまだに1回目でそういう発表をすること自体がこれだけの事故を起こして金で解決するのか不謹慎という姿勢は避けたいという思いで第1回目は考えておりません。2日目には億っってやたら マスコミはまたこの謝罪金に対する対応が一変と出るわけですよ。まあ、これぐらいマスコミというのは悪く書こうと思ったらいくらでも書けるわけですよね。まあ、そこら辺の私の思いがマスコミを通して伝わなかったっていうのはいまあ、未だに残念というかうまくいかなかったなっていう思いはあります。でそこでこででのの誹謗中中傷動画の中で そのせいで業績不振に陥ったと,というくだりがありますが私は事実としして就任任年後に退任をしたわけですこれは私の就任前の事故であってもどんな理由があろうとも外的環境内的環境要因があろうともですね外的要因内的要因があろうとも業績が悪ければトップは やっぱりけじめをつけるというのが、これは経営者の姿勢であると思います。そういう意味で、dm だけに頼った神経ゼミのビジネスは事実上凍結しているわけです。一年に一回しか入会がないという、一年に一回のビジネスサイクルですね。これは二年で戻るわけないんです。ただ、その時には私はデジタル化っていうプロジェクトは相当進めておりました。で、二年後、業績はまあ予定通り戻りませんから。 その時にけ、えー、じめを持って引責辞任しますということで退任したわけですただしね私の就任後どうなっているかと言いますとベネッセの今の株価っていうのは私が退任するという発表した時は2600円まで株価落ちました今はそこからずっと低迷して確か2100円2200円のレベルですからまあこれだけ ベネッセの今,今までのそれまでのビジネスモデルだけではそもそも復活しないという現状ですねだから株価はいま,まあもっとデジタル化をするとかビジネスモデルの変革があるべきだと私は今までに思ってますけどね、まあ、これは現経営者に任せるしかないことですね。うん 次にゴンチャに CEO に就任なさったんですけどそこではどうだったんですかいや私はねゴンチャーやるつもりは一切なかったんですよであるゴンチャの CEO に進められてるっていう元私の部下がゴンチャっていうビジネスにねの CEO になれと勧められてるんだけどどう思うって言われて渋谷のモーディー店っていうのがありましてそこにその元部下と見に行ったんですよ 私ははの全く知りませんでしたずっと見てたらこれは可能性あるぞと思ったんですしたがって元部下に是非受けたがいいんじゃないかと言ったんですが彼は他にもオファーもらってて他のとこ行ってますまあそれもある外食アイスクリームチェーン店で今成功して頑張っていますけどまあ そうした時に元マクドナルドのアジアにいた私の同僚がですね「ゴンちゃん来てくれよ」って言われてで彼もゴンちゃんにでやってましたからじゃあっていうことで受けたっていうのが背景なんですね。ですまあ私のわずか2年間だったんですけど店舗数も増やしてフランチャイズの数も増やして。 まあエ,ビットエビット DA というのはその年に産んだキャッシュそんな意味ですね。でただですねそれまでのマネジメントがやっぱり20歳前後の若い女性だけに特化したこのマーケティング施策であったこれはもう世界のゴンチャの中でも日本だけ独自なんですよ。 そして店舗も,です、ね、もう不採算店が相当多いと、えー、いうことが一つそれからタピオカを売るんではなくてタピルという一つの現象を起こすというバズで、えー、この人気を取ったという、まあ、ある意味では成功かもしれませんけどこのタピルというファッションで需要喚起するというのはずっと長続きするものじゃないんですね。 で、そういったことでタピオカブームが去ったみたいなメディアの論調がまた始まってきたわけですけど。原宿にあるタピオカストリートっていうのがあって、小さなタピオカショップがたくさんあったんですけど、今はほとんどないんじゃないかと思います。それだけブームは去ったタピルはタピルブームは去ったんです。ただ、私の時代に何をやったかと言いますと、20歳前後の女性だけじゃ、ずっと継続成長はないですから。いわゆる。 いろんなライフスタイルにスイッチするという若い世代ですからねそういう意味でメニューの多様化客層の多様化ということを図ってまあベストテイストのコーヒーもやりましたしフルーツビネーガーという商品も韓国の CJ と共同開発で発売開始していまだにメニューに残っていますそういったことで顧客の世代の広がりもやったメニューも広げた っていうことはやったんですが。聞くところによると、いまだに。一番売れてるのはタピオカミルクティみたいですよ。はい。したがって、タピオカのブームは去ってないけどタ。タピルブームが去ってるんですよ、はい。ここはね、なかなかメディアの方はね、よく理解してくれないです。確かに私が二千。二千年。二千十九年の十二月に就任したんですね。で、二千年に入って。四月から大コロナ。 じゃないですかコロナ禍であっても私はやっぱり店舗の PL 改善したりエビット DA2 桁持って行ったりフランチャイズの数店舗の数増やしましたからね、まあ、まだコロナの影響はまだ残ってると思いますけど、まあ、今後ゴンチはどうなるか分かりませんが頑張ってほしいと思います最後にハン、えっと、さ,さん DV 事件ってあるんですよこれよくわかんないんですこれ何ですかあのー、2021年去年ですよねで、まああの事件っていうのはあったんですけどまあ私の YouTube チャンネルにもそのことについて答えろ答えろまあいろんな書き込みがいくつ何回かあったことも散見しておりますけど まあ実際に何が起こったのかもちろん話したたいことはたくさんありますよだけどねこれ夫婦喧嘩じゃないですか夫婦喧嘩の真実を公の場で語るほど私は馬鹿げたことはしたくないまあ随分前の話になりますけどある芸能人夫婦の、まあ、バトルでお互いに奥さんだったな 夫婦喧嘩の中身を全部暴露するってあったじゃないですか。まあ喋っとる人もバカバカしくバカバカしく見えるし、聞く方もバカバカしいですよ。まあ夫婦喧嘩は公の場で喋ることじゃないと思います。どうしても聞きたい人は、私と個人的に知り合いになれば酒飲みながら本当のことを話しても結構かもしれない。まあ私の親友にはいろいろ話してますよ。はい。 以上ですご心配おかけしました <laughs> あ,あ、やっぱりそうだったんですねもう一度こちらの動画を見て間違い探しをしたいと思いますここでお知らせですもっと学びたい方は原田栄光のホームページへお問い合わせください経営塾の情報を随時お知らせしております